レーシングモータールマン240ゴールドはい、えー、購入しましたこれはねあの復刻モデルのブームに乗ってえー、まあ,ンンあこれ1万1880円です1万、まあ、12000円ですねえー、定価が1万3000いくらいでしたね1万3800円とかな い,いお値段です、ね、いや1万3200円か税込みでこれ1万2000って書いてあるから1万2000って書いてあると多分そういうことでしょうそういうことかはい、まあ、このねルマンゴールドというモーター、えー、レーザー SB ダートクロス用に購入いたしました これはまあ復刻バギーに使うこともあの想定されてるまあ想定されてるというかこのロマン枠ですよねこれもまあ復刻品みたいなもんなんですけどただ当時はまあブラシレスっていうものはなくてえなのでこれはあくまでもこの昔あったこのルマン240っていうまあルマンモーターのシリーズですねえそれをのイメージで 今の現代の復刻、あブラシレスモーターとして、えー、発売されているということで、おぉおぉ <laughs> 金ピカ、私は金ピカ好きです。いや、かっこいいね。フロ二240ゴールド。うーん。まあ、このラベルもね、やっぱり懐かしく感じるわけですよ。これ、新格変えられるの これはデザインで付いてるだけかな。ここにこうボルト入ってるしね。ちょっと、その、ブラシレスの新格っていうものがわかんないけど、これ多分、あ、これはあれですね。デザインですね。これね。うん、このエンドウェルが動かせるわけじゃないし。まあ、そもそもこれを動かしてどうこうするものなのかも知らないし、ね、私は。はい、13.5ターンですね。えっ、ー、と、付属品ですね。これは、なんだろう。シリカ。はい。 えー、乾燥剤ですね。ルマン、240ゴールド。何これステッカーどこに貼るんだろうこれ。ブラシレス。あ、ESC 用だ。えー、ESC に貼って気分を楽しむというか。で、こっちはこれ何ん この筒は何なのかそしてこれは何なのかあこれはサラビスですねサラビスこの筒は何なのただの入れ物サラビス何用何用だろうはいじゃあ説明書を読めってことですねはいえーと何これ回せるの何か 格調整メモリ範囲あすいません知ったようなこと言って深格調整できるんだあそうかこのこここの部分じゃなくてこの上が動くんだねへえそうなんだへえ範囲内で深格調整が可能です出荷時は深格が中央に設定してあります必問にして下記のを参考に深格を調整してくださいということで、えー、この3本のビスでえー、できると。 ベアリング専用オイルを注意はいこういう感じですねでえっ、ー、と気になってたのが KV1 3350かうん13.5ターンふーんって言ってもふーんって言ってもあれだけど、えー、ちなみにですけど私がこの間買ったねこの XE ラン V10G4 っていうホビーウィングの、えー、高性能モーターですね、えー、これでですね13.5ターン同じ13.5ターンで 3950KV なんですよだからそれよりはまあ落ちるとただえっ、ー、と七点五同じ XE ランの17.5だと 3020KV だから17.5よりちょい速いそういうモーターに、えー、っていうことになりますかね まあそ警部位置だけで見ればね、うん、まあレースにこれでね出てどうこうしようっていうつもりじゃないので、えー、まあこれはねロマン音楽だからいいかなというところではあるんですがはい、えー、そしてですねこれのいいところいいところっていうかまああのう、えー、とまあメリットのように感じたのがこれあの 穴がないんですよねクーリングホールというものがなくて XE ランなんかはこういう感じでねこれ17.5ですけどあ,のあっちこっちこうクーリングホールが空いててんですよねだから冷却性能としてはもちろん望ましいと思うんだけどただオフロードを走る上で、えー、まあ、砂とか、ね、砂ぼこりとかを巻き込んじゃうことにもなるわけじゃないですかだから オフロードで使おうって思った時には、まあこっちの方が、まあなんかトラブルに対しては強いのかなっていうようなことも思いますよね。まあ、こんだけスカスカなのだと、これをオフロードで走らせるのなんか怖くないですか <laughs> 大丈夫なのかな行けんのかな <laughs> ちょっと使ったことないしどうなのかわからないんですけれども、うん、まあでもね、こっちはだから、あの、 ダートクロスを、ね、オフロードで使うのに、えー、まあこれがいいかなっていうのを思ったのはそれもありますね。はい。えー、ということでですね、これはあの今ダートクロス作ってるんで、えー、それにね、早速つけて、シェイクダウンの時早速、ね、走らせてみたいと思っております。はい。届きました。ホビーウィングクイックラン 10BL。10 BL 120これもう120でいいだな 10BL120 センサードプレッシャースエレクトリックスピードコントローラー1 2 0アというですね、えー、大電流をすごい勢いで流せるというですねしかもこれが安い7000いくらでしたね、えー、7000円台で買える 性のブラシまあどうなんでしょうねその分何か劣る部分っていうのがあるんだろうね私があの、えー、MO1.0 用に買ったやつは80アンペアだっけ80アンペアなんだけど1万6000円ぐらいしましたよ同じホビーウィングだけどね それはやっぱり出力特性とかいろいろ何かこう私はよくわからない部分があるんでしょうねさああこれですか、ね、おおこういう感じなんだ ちなみにまあ大きくて重いっていうのはありますね一つはねちなみに私が買ったそのホビーウィングの同じ同じジャネや、この M を1.0につけてるやつがこれなんですけど、まあ、こうこうですよねもうサイズがもう何ていうの倍っていうか倍どこの騒ぎじゃないっていう重さもまあ当然あるでしょうしね まあこういうところなのかなもうそれも一つあるでしょうね、うんまあ、これをね搭載、まあ、大きいっていうことは搭載するのにスペースも必要だし、えー、重いっていうことはまあ不利になるっていう部分もあるのでというところですかねコードと 少々それから両面テープとかこれはステッカーになってるけどセッティング項目をチェックするものだろうかどっかにどこかに貼るんだろうかこれどこに貼るものなんだろう この丸は何だろうどっかそういうランプみたいなのは分からん分からんあな何かこのプログラミングカードとかに貼るのかなちょっとわかりませんねおショービーウィングのステッカーついてますね説明書は 英語と中国語かな、やっぱり英語と中国語だでこれはあの MO1.0 用に買ったのとは違って、えー、ストック仕様っていうあれじゃないんでいろいろセッティングが何て言うんですかブーストとか深角とかターボとかそういう。 設定できるんですよねで、えー、この間 MO、NO、用に買ったこの LCD プログラムカードプログラムボックス、えー、これが使えるはずはずですねこれでいろいろですねやってみようということなんですが、まあ、正直 よくわかんんないんです、ね、まあそれも含めてねいろいろ変えて楽しんで試して楽しんでみるというところですかねまずはね、はい。ということでこれはダートクロス用にまずは使っていきます。